無調、無調性とは調整のない音組織のことである。無調は単なる調整の否定でなく、厳密には調的な中心音がない、火星的な分類体系が働かない、全音階的でないといった特色から、先方性とも俊別される。西洋音楽の歴史の中で数世紀の時間をかけて築き上げられた調整という名の調的な主従、支配関係に基づく音組織を否定し、 19世紀末期から20世紀初頭にかけて新たに形成された音組織の概念である。調整のない音楽のことを無調音楽という。20世紀の芸術音楽を特徴づける最も重要な概念の一つであり、電子音楽や効果音などの源流にもなっている。一方で、一般聴衆にとっては難解な音楽というイメージがあり、不協和音ばかりが使われた意味不明で面白くない音楽。 というレッテルを貼られることも少なくない。無調に規律と秩序を与えようと作り出されたものに、異調の限られた戦法と十二音技法がある。その一方で、多調性のように、複数の調的、戦法的な音階を同時使用することにより、調的な中心を曖昧にして、伝統的な調整感が働かないように、楽曲構成することも可能である。調整感のある音楽は、 15世紀後半まで遡ることができるが、本来の意味における調整音楽は17世紀に実践的に形成され、18世紀に理論化されて発達を遂げ、19世紀に様々な形でコードに応用されるようになった。見方を変えると、19世紀は超体系の変質、崩壊の時期でもあり、エンハーモニック天調と純固有和音、釈用和音、 偶生和音の多様、不協和音の解決の遅延、または未解決、前方による戦慄戦と反音階的化成法の結合によって調整の概念が拡張されていった。例えば、ショパンのスケルト第3番の導入部のパッセージやピアノソナタ第2番のフィナーレは調整の破壊、否定が意図されたわけではないにせよ、結果的には 調整感がほとんど生じない。伝統的な調整からの逸脱として、しばしば言及される。ワーグナーの楽劇、トリスタント・イゾルデやドビュッシーの牧神の午後への前奏曲、シェーンベルクの清められた夜の場合も、破壊や否定の意図があったわけでなく、何らかの衝動によって豊かな表現の可能性を追求した結果、調整の拡張、簡略化が付随したに過ぎない。 意図的な調整破壊の試みは、胃腸の限られた戦法と同じものが用いられたリストの調整のないバーガテルに始まるが、作曲者の死後長らく、その存在が周知されることなく眠っていたということから、すると、リストがこの作品で、無調音楽を他人に聴かせる意図があったのか、それとも一時的な実験をしただけなのかは定かでない。しかしながら、同時期の暗い雲、 メフィストワルツ第4番などで同じような手法を繰り返しているところからするとリストが来たるべき時代の音楽語法を予見していたことは間違いなかろう。本格的に調整が崩壊したとみなされるのは20世紀初頭シェーンベルクら新ウィーン学派の作曲家が出現した時期である。シェーンベルクはツムリンスキーやシュレーカーら他の同世代のウィーンの作曲家と同じく ブラームスとワーグナーの両方の影響を、接中的に受け入れて、当初は、高キロマン派音楽の濃密な作風から出発したが、やがて、ワーグナー的な調整の拡張を、表現の手段や効果として追求するのではなく、表現そのものとして利用するに至った。室内公共曲第1番や、弦楽史重奏曲第2番がこの例である。校舎の修学賞は、 未だに調合を掲げてはいるものの、臨時記号を多用する、西部処方と恐ろしく緻密なポリフォニートが、相まって、長官的に調整はすでに名ばかりの存在となっている。この修学賞や、歌曲集、架空庭園の書が書かれ始めた1908年を、もって、初めて完全な無調が到達された、とする研究者も多い。シェーンベルクの完全な調整の放棄は、連作歌曲集、 架空庭園の書に始まり、ガツに疲れたピエロにおいては、無調と歌唱の実験とが結びつけられている。シェーンベルクの始めた実験は、その弟子、ベルクのオペラ、ボテックや、ウェーベルンの一連の器楽曲や歌曲においても、受け継がれた。シェーンベルク以外にも、スクラービンの後期のピアノソナタ群における、神秘ワ音の使用、ドビュッシーの穂における、全音音階の使用など、 1900年代初頭には、広い意味では、無調とも言える試みがいくつか見られる。バルトークは一時期、ストラビンスキーの原始主義音楽とシェーンベルクの無調音楽の両方に影響を受けて、先鋭的な音楽語法をとっていた。シェーンベルクが、無調に到達すると、後をなるという言葉が、盛んにその説明に使われるようになったが、シェーンベルクはこの言葉に、額面通りの 無調という意味だけでなく、没音楽という揶揄する含みがあることを知っていた。このためシェーンベルクは、より即物的な、不協和音の解放という表現を好んだ。無調音楽でなく、無調音楽をとも語っている。ドイツ語でエートナリタットと、エイトナリームジークはほとんど同義であるが、後者の言い方は、シェーンベルクの発想をより一層尊重したものと言わなければならない。 1921年、シェーンベルクが12音技法を創始すると、無調の流れはさらに軌道に乗ることになる。12音技法の確立によって、そのような種類の作曲技法が論理的に体系化されることとなり、以後多くの作曲家がこれに追随するようになった。12音技法によって体系付けられた作品としては、ベルクのオペラ、ルルや、シェーンベルクのピアノ競奏曲、オペラ、 モーゼとアロンなどが知られる。新ン学派の中でも、後世への影響という観点から結出しているのが、ベーベルーンである。ベーベルーンの音色やディナーミクの対比、繊細な音響は、後のトータルセレリズムの原点となり、ブーレーズやシュトックハウゼン、メシアンらの作曲家に、大きな影響を与えた。戦後は、芸術音楽はもはや無調であることが当然になり、特別のことではなくなった。 ストラビンスキー、ベイリオ、ペンデレツキ、エディオット・カーター、ルトスワフスキなど、この時代の主要な作曲家は皆無調音楽を作曲している。1960年代から1970年代頃になると、そのような傾向に疑問を呈する動きも現れ始めた。とはいえ、それ以降も無調性は作曲家に与えられた重要な音楽語法の一つである。20世紀後半には、 ブライアン・ファニ法が出現し、微分音なども徹底的に駆使して、新しい複雑性と呼ばれる作風の無調作品を書いている。これは構造的な複雑さのために、12音だけでは調整感をもたらすオクターブの重複を回避できないために同じ数の微分音音程を多用するためである。それに対しラフヘンマンは、主としてあり調や無調そのものが無効になる雑音による、 作曲を発展させた。主に雑音だけの音楽の場合は、調整が機能しないので当然無調音楽の一つとされる。20世紀前半には、無調整は芸術音楽の重要な表現の手段の一つとして確立されたが、一方で、受難の歴史もある。特に、ナチスドイツや、ある時期までのソ連では、無調音楽は、不健全で大敗的、反体制的であるとされ、 その作曲は事実上禁止された。これらの地域では、無調ではなく調整の範囲の中で革新を求める動きが盛んになり、セルゲイ・プロコフィエフのような独特の調整感覚を持った作曲家が出現している。また、専門的な音楽教育を受けていない人たちの間では二十一世紀になった今日でも、無調音楽はあまり受け入れられておらず、一般に知られている音楽の多くは、 調整音楽家先鋒性による音楽である。しかしながら無調音楽は映画音楽やサスペンスミステリーなどのテレビドラマの劇とも音楽で不気味な効果が狙われている時に聞かれるほか、ビートルズや坂本隆一、上野孝二らをはじめとする先進的な商業音楽家によって意欲的に取り入れられ、CM 音楽や場合によっては歌謡曲の中にその手法が見られることもある。 上のその他の作曲家による戸川淳の楽曲などはその代表例である。また映画ゴジラの効果音として伊福部明の考案によるコントラバスの特殊奏法など音楽以外の場面にも対応されている。無調音楽は一見でたらめにも見えるが実際に作曲する場合には考慮すべき要素が多分にある。無調音楽は 完全5度や3度などの調整を感じさせるような音程を避ける必要があるが、本当に何も考慮せず作曲していると、これらの音程が偶発的に生じる可能性が高まってしまうのである。また、半音階であっても順次進行ではなく、跳約進行のみに限られ、旋律を極めて断続的にする音響作曲法で作られるのが理想とされる。さらには、音程、音の長さ、 音色、強弱の繰り返しは調整を感じさせるので避けるべきである。また、無調音楽は音の主従関係を排除する様式であるという点を除けば明確な確一的な指針は存在せず、音をどのように書き続けるのかは全く作曲家の自由である。すなわち、調整音楽の作曲技法には、調整や先方の原理から来るある程度の縛りがあるのに対し、 無調音楽は作曲家に委ねられている選択肢の幅があまりにも広い。その全ての可能性を考慮した上で最善の音を選び出すのは極めて困難な作業である。12音技法などの人為的な音組織による無調の作曲技法には楽曲に統一性や様式感をもたらすための手段としての意味だけでなく、あらかじめある種の原理、行を人為的に定めた上でその範囲内で、 作曲することによって、このような作曲上の困難を避けようとする意図も少なからずある。だからといって、無調の作曲が要因になるというわけではない。アルバン・ベルクは、ボゼックの感想曲に調整を使ったり、バイオリン競奏曲や序上組曲に、調的なパッセージや調整作品の引用を取り入れたりして、あえて調的な響きが混じることを避けていない。このような手法は、 より金欲的なウェーベルンの作曲姿勢への肩入れから一時期ブーレーズによって非難された。しかしながらベルクの手法はおそらくエディオット・カーアッターらの新しい複雑性の音楽に影響している。その他雑音音楽や4分音、8分音音楽、18.25、平均率などの音楽も無調音楽と言えるが偶然性の音楽は無調とも有調音楽とも 言えなくその中間の形であると言える。なお、副長音楽は例えば国権の語音階と発見の波長調旋律を同時に使った場合、その12の音階をまんべんなく使った無調音楽に見えるが、実質は悠長で5音階と波長長の二重の立体音楽であると言える。無調音楽の作曲技法としては以下のようなものが知られている。ありがとうございます。